しく。おはようございます。参加者の方、カエデです。カエちゃん電車に乗ってまいりました。ロスハル第一球場です。今日も野球の応援に やってまいりました。おっと、エース21番がいますね。かっちゃん、おお、いいね。かっちゃん、じゃあ上に行きましょうか。さあ、旦那が活躍するかどうか。今年最初の試合にね。本当や、活躍した場合何かご褒美が今夜あるのかどうか。ないない。楽しみにしてみたいと思います。また初心者クイズ。あれ、あー、タッチアップくら、タッチアップくるよ。ダメだ、取った、タッチアップいけない。奥さん見に来ていいとこ見せようとしすぎないんだね。力入っちゃうな。ナイスボール、これは素晴らしい。かわいい。ナイスファースト。野球にはね、守備位置が9つありますが、どれも数字が振られてます。
分の守備位置を1番から9番まで順番に答えてください。ポジションね。うん、1番から。はい、どうぞ。キャッチャー。いきなり。ピッチャー。キャッチャー。うん。いいよ。ここからよ。こっからよ。サードまで来ました。ライト。なんで？じゃあピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、サードよ。もう一人の内野手が足らんよ。俺今向こうに置いていた。あの人の内野手。あ、何あれ？何だっけ、毎回忘れる。あれ何？おお、6番ショートな。1,2,3,4,5,6 はい、7はライト。ライト向こうなんてことこっちのパスがライトしようね。レフトセンター。おお、正解。めっちゃヒントもらってショートは相変わらず思い切らんというかね。なんでやるの？シュートって出てこない。おー、ちぇー。アウト。サード、サード。ナイス。今のうちに使い方覚えたんだよ。いるやろ、高校んじゃやろ、どうしたの。なるほど。もうかえちゃんの代名詞だからね。私の代名詞。完封目前ですけど、ピッチャー変わりましたね。意外にも、旦那がファーストに行きました。さあ、最終回9回裏、
ピッチャー変わりまして、このままだと完封リレーということになりそうな気がしますね。ピッチャーも良かったですし、初回に3点取った、あ、そうなん、集中打で、すごい、ありがとうございます。はい、ということで次は県大会ですね、期待していきたいと思います。頑張れ豊和銀行。ショート素晴らしい、ナイスショート。けどこれは間に合わんね。ちょっと焦ったな。で、博愛が先生ですね。え、あれちょ。神田野球部？うん。どうした？怒ろう。監督賞。逃げたんや、逃げた、落ちた、あー、サネ飛んで、おーっと、これはプラスめー、セーフ、ナイスラン。
正面か。ナイスキャッチ。緑と黄色。これはサードランナーもありましたね。これはチャンスですね。ノーアウトランナー一塁。チャンスが広がります。
ってこれで、あー、鍵だ。あー、サメ外れろ。あー、パスタエラーかな、これは。痛いエラー。あー、落ちた。これは2点目が入ってくるか。クロスプレー。うわー。俺は正直ごめん、別に別れさせて。はい、ということでね、今西田と、博愛博愛診療所のね試合を4回か5回まで完了して今のところ博愛さんのリードで後半戦へと入るところですが、そうですね。旦那のナイスピッチングもね、今日は見ることができました。よかった。かっこよかったな。できればずっとこう見たかったところ。見たかった。高銀子さんはなかなか良い今シーズンのスタートだったと思いますよね。ということで、9連勝中杯2日目、完成していました。また、チャンスがあれば応援に行きたいと思います、はい、というわけで野球面白いなって思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。コミコミ。はい、ということでした。じゃあね。一応やったんだ、5人ぐらいあったのかな。おやるな。あー、飲みになった。